こんばんは。グリーンさん、ノンさん、マツさん、TM マンさん、サラマンダーさん、F 渋谷さん、大津さん、プラザ48さん、雪だるまんさん、ラームさん、ヒデキンガーさん、ヤンカーさん、こんばんは。なんかすごいライトがなんか音が鳴ってるのが気になる気になる。なんで？あ、止まった止まりました。そう、ちょっとね、パッツンに、ね、なりすぎちゃったそれはちょっと私も思ってた。パッツンになりすぎたなって。炭酸せんべいさん、ギフト、ヤンカーさんもありがとうございます。そう、なんかライトがね、音が鳴ってた、キーって。鳥さんさんもこたつありがとうございます。そう、さっきね、前髪をスプレーでちょっと固めようって思ってスプレーシューってしたんですけど、なんかぼーっとしてて普通に目を開けたまま、何今のなんか視界に入ったけど、皆さんギフトありがとう。ヒデキンガーさん、コトさん、なんだろうこれ、お鍋、ヨシヒコさん、ヤンカーさん、せーのさん、クマ2つありがとうございます。クマなんか恥ずかしいな。クマありがとう。ヒッコーさんも、ゼロセンシズさんも、クマありがとうなんかちょっと恥ずかしいな。そうだからね、本当に目がもう固まっちゃうんじゃないかと思って、スプレーで本当にね、痛かったのいや、痛いんだなって学びました。なんでだろうね、ぼーっとしてて普通に目パッチリ開けたままシャーってやって、普通にもろ目に入って痛かった。洗わなかった。もうね、ちょっと配信始めるギリギリだったので、いやもう痛いって思いながら涙を流して目薬をさしました。どうしよう、目が固まったら。いっこうさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ちょっとなんかね、やる前から今日はウインクうまくいかないだろうなってちょっと思ってた。ありがとうございます。ちょっと最近ぼーっとしてることが多い気がするので、気をつけないといけないと思いました。なんかもうやったんだよね、なんだったっけ。あ、そうだ、そんな全然大したことじゃなかったんですけど、なんかレジでお金を払うとき、1400円ですって言われたのに3000円出してちょっと恥ずかしかったっていう話。いつもでしょうってどういうこと？
最近だけって、そう最近ちょっとぼっとしてる。最近だけ。あ、チップでって言ったらよかったかな。確かに、あ、チップです。残りはチップでって言ったらよかったか。そうかそうか。なんかね、それが多いんですよ私。別にね、お金の計算ができてない人とかじゃなくて、ちょっと出し間違いが多々あるので、ちょっと気をつけようと思う。あー、そう。そう、私スラムダンクを読み始めたんです、ついに。パチ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 。読み始めたというか、そう、ずっとね、母からもう10年くらいスラムダンクを読みなさいって言われ続けてたんですけど、ずっとね、あ、いつかいつか読むよって言って流してきてたんですけど。そう、宅急便、宅配便にスラムダンクの一巻が入ってて布教されました。一巻をね、読みましたよ昨日。いや、待って待って、まだ私一巻しか読んでないからね、そんな、うん、ちょっと分かんない。そうで、今日本屋さんにそう行ったんですよ。2、3、4巻ぐらい買おうかなって思って。すごい、もう続きが気になったので、読みたかったので。いや、面白かった。なんかいっぱい笑いました。面白かった。読みたい続きって思って本屋さん行ったんですけど、売ってなかった。売ってなかったです。多分ちょっとね、小さめの本屋さんだったからかなって思うんですけど、売ってなかった。え、笑うとこあったっけって、私めっちゃ笑いました。私がおかしいのかな。あ、最初は笑いの要素が多めなの。だん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 もう泣いてきたりしだすの。あ、最初はギャグ要素強め。いや、気になりますね続き。漫画一冊何分で読むかな、何分で読むかな。結構私時間かかる派だと思います。結構なんかあれとか思って、なんかなんだろう、戻ったりしたりもするので。え、スラムダンク泣けるの？そうなんだ。推しは今のところまだ決まってませんね。ちょっと読みたいな、読みたいな。明日ちょっと大きめの本屋さん行こっかな。なんかでもね、ちょっと悔しいんですよ、お母さんの策に、一巻だけ送るという策にまんまとハマっているハマっているところがちょっとね、ちょっと悔しいの私。ちょっとそう、グヌヌって感じなんですけど。え、誰誰、仙道さんって誰？そう、じっくり読むタイプだから、一冊読むのに普通に1時間以上かかります。集まってくるメンバー一人一人にストーリーがあるの。あ、そういう、あ、そういう、そういうの、そういうね、なんか分かりました。私好きです、そういうの。
あれですか、なんか試合の重要な場面みたいな時になってその一人のエピソードについて、過去のエピソードみたいなの挟まる感じ。ちょっと待って、コメントを読んでたら時差ができてしまった。ちょっと私もちょっと皆さんと早くスラムダンク話をしたいので早く読まなきゃいけない、読まなきゃいけないな。そうだね、サイン会が明後日かな、しあさって、あさってがお話し会で、しあさってがサイン会か。よろしくお願いします。23、ロールキャベツさん、クマありがとうございます。あ、そうだね、スラムダンクの名言をねサインに書く日が来るかもしれないちょっと多分サイン会までには間に合わないけど、一巻だけ送ってくるなんて ロールキャベツさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。そうです、そう、あの、そう、この前のショールーム配信で成人の日でいただいたタワーのお礼をさせていただきたいのを忘れてた、させていただきたいです。成人の日、すごい皆さんいっぱい名言を多分書いてくださってる。ちょっと早くちょっと理解したいので読みたい。そう、今回あのタワーの絵を色鉛筆で描きました。色鉛筆で描いたのなんかね、そう、色鉛筆はプレゼントでいただいたんですけど、すっごい久しぶりに色鉛筆使った、色鉛筆で描いた楽しかった。色鉛筆ちょっとこれから色鉛筆使いたいなと思いました。ダダダン、はい、文字見えてる？エビちゃん
タワーありがとう、ありがとう、ありがとうございました。あ、15分経過だって、テロップを書かなきゃ。ダダン、祝ご成人、恩返しは今後の活動で、さん、タワーありがとうございました、ありがとう、パチ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 、ありがとう、ありがとう。ヤンカーさん、タワーありがとうございました。パチ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 、ありがとう。はい、カズサさん、タワーありがとうございました。ありがとう。ヒデキンガーさん、タワーありがとうございました。翔一さん、タワー3本ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、3本。あら、ひなたさん、タワーありがとうございました。ありがとう。グラデーションがすごいって、ありがとうグラデーション、いやでもね、なんかあの色鉛筆が何本ぐらいかな、なんかね、濃い色バージョンと薄い色バージョンがあって、2ついただいてたので、いろんな色があって楽しかった。小林さん、タワーありがとうございました。パチ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 、ありがとう。何色だっけ、ちょっと後でちょっと取ってくる。はい、ゼロセンシズさん、タワーありがとうございました。ヤマイさん、タワーありがとうございました。パチ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 、ありがとう、ありがとうそうです、これ木の縁に別に入ってるわけじゃないホワイトボードの上に載せてるだけ。はい、ビルマさん、タワーありがとうございました。パチ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 、ありがとう、ありがとう。はい、おがっちさん、タワーありがとうございました。ありがとうございましたはい、以上かな、まだ以上かな。ありがとう。成人式の日、成人式の日じゃないの、成人の日。
とうございました。クマ、クマありがとうございました。ドン今までだったらホワイトボード書き終わったらすぐこう消してたんですけど、消せないから消せない。さすがにちょっと破るのはなんかちょっとおかしいので消せませんが、ミルマさん、クマありがとう、ありがとうございました。抽選で1名様にこれもうあげますよ。全然こんなのでよければ。ちょっと色鉛筆取ってくる。履いてます、ちゃんとちゃんと履いてるえ待って、本当に履いてる、待って本当に履いてる本当に履いてるの、今日も違う、履いてるけどいや本当に履いてるの、ちょっと本当に本当に履いてるの本当に履いてるけど、ちょっともうあのスライド移動に慣れすぎていや普段も履いてるんですけどね色鉛筆 12×2 なので24色だったの。薄い色と、濃い色、すごい楽しかった。これまでタワーのお礼はなんだっけ、マーカーホワイトボード用のペンなんか5色ぐらいしかなかったから楽しかったです。話そうと思ったことがあったんだけど忘れちゃった。そうだね、ガンガン、ヤングガンガンさんが明日発売で裏表紙に載せていただいているので、ぜひぜひご覧ください、ご覧ください、ゲットしてみてくださいじゃんけん大会で、じゃんけん大会の優勝したものです。そう、グーしか出さなかったら優勝しちゃった、びっくりしました。あの時はうん
広島も明日発売なのかな、どうなんだろう。髪結構伸びた、伸びました。昨日サラちゃん、吉田サラちゃんとセトラブ配信だったんですけど、サラちゃんが髪の毛切ってて、切ったサラちゃんと私が同じぐらいの長さになってた。びっくり、びっくりした。吉田さん切ってた。今そんなに髪切りたい欲はないです。そんなにない。なんかちょっと前まではボブにしたいとか、これぐらいまで切りたいってすごいあったんですけど、もう今特になし特に切ってもいいけどこれでもいい切ったら寒くなる。寒くなる？寒くなるの？寒くなるほどは切らないと思うけど どうしようかな。でもあんまり長いのもって感じなので、でもどうしよう。なんかあんまり、すっごい髪が長い子を今日見ました謎な報告。すっごい長い、もう本当に長い子たまにいるじゃないですか。すっごい長い子を見ました高校生、多分制服だったので高校生とかだと思うんですけど、なんかいいよね。すごいさ、そういう人って髪綺麗じゃないですか。綺麗でそんな長く伸ばせるのすごいなって思いますねえ、でも大変だよね多分。うん、すごく綺麗でしたね。洗うのも髪を乾かすのも大変、大変だよね。JK 好きってどういう質問いやなんかもう眩しいなって最近思う。いや眩しい、眩しいですね。青春ですね。そう、私いい夢見てますかって思い出したんですけど、最近本当に夢を見ます なんかちょっと夢を見ますってちょっとなんか恥ずかしくなっちゃった。なんか謎なセリフになっちゃったそう、夢をなんて言ったらいいのかな、夢を見るんですよなんか急に夢を見ますってなんか決めセリフ言った人みたいになっちゃって、ちょっと恥ずかしかったけど毎晩見る夢を覚えてるの、すごい詳しく。なんでだろう。でね、本当になんかその夢占いで調べたら、なんか悪い夢ばっかりで、
警告みたいな、気をつけてくださいみたいな夢ばっかりだったので、ちょっと恐れてます。そう、バクさんの人形を枕元に置いて寝てるんですけど、でもね、悪魔とかじゃないんです。全然悪夢ではない。夢占いで調べたら悪い夢本当に当たるのかな、夢占いって。どうなんだろうね。STU は夢に出てくるって、出てきました。多分いつだっけ、数日前、昨日かな、メールで送ったと思うんですけど、もう本当に焦った夢を見ました。翔一さん、クマありがとうございます。クマありがとう。その公園の日の夢だったんですけど、公園に当日現場に行ったら、そう、もう全然振りも立ち位置も全く覚えてない曲が5曲ぐらいあるってことが現場に行って分かって、私だけ何にも分かってなくて、その曲をするみたいなこと本当に焦って、本当にもうリアルすぎて、もう本当に焦ったというか、もう絶望したそう、もう終わったってなってた。千畑さん、お鍋ありがとうございます。いやー、もう怖かったよ。で、起きた瞬間もう一瞬夢って分かんなくて、どうしようってなって、で、ちょっとして、あ、もう夢かって焦りましたもう本当に夢でよかったってなった。そう、本当にリアルな夢でびっくりしました。いや、もう本当に正夢にならないことを正夢になったらどうしようね。あ、先輩いました。千穂さんと南さんと、多分サーヤンもいて、だからチャートリー、でも確かチャートリーではなかったんですよ。でもチャートリーではなかったの。確か他にもいっぱいいて、はっきりと覚えてないんですけど、そう、本当にリアルだったの。だからもう怖くて誰だったかな、普通にあと数人いたけど忘れちゃった。あ、でもね、一つリアルじゃないとこがあって、公園普段公園してる場所とかじゃなくて、なんかね、古いなんだろう、私のおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんのお家をモチーフにしましたっていう感じのね感じの場所で、ここでメイクとか髪入ってくださいって言われて
そうちょっとね古民家風の場所で私は焦ってたあでも会場はそこじゃなくてなんか別の場所だったとは思うんですけどそう、そこだけは全然現実とは違うとこだったんですけどその設定は無理があってちょっとそれはもう夢なのでね謎でしたが、そう古民家風の場所でメイクとかをしてたそう楽屋がコミンカフェスだったのかな。いやーという夢がいつだっけ、昨日かな、おとといでしたね。テロップどうしようかな。最近顔が赤いんです。私なんでだろう、ほっぺ赤いって、そうなの、なんでだろう、飲んでませんそうなんでだろうって思って調べたんですよ。今日か昨日か忘れちゃったけど、全然ね暑いとかじゃないの、むしろ寒いんですけど顔がね赤くて、昨日の配信とかもなんか赤いなって思ったのでえ、しまやけ、そうなんチークとか何もしてないの。調べてなんかその二択なんかねどんどん選んでいったら、あなたの症状はこれかもみたいなのが出てくるサイトみたいな、顔が赤いみたいな、赤いって選べるのを見つけたのでそれやってたらそのサイトでもなんかお酒みたいな出てきていや違いますってなりましたそうなんか病院お医者さんか何かのね診断みたいな、それをやってて、顔が赤い、顔がほでっているみたいな、それのね二択をどんどんやってたら酔いみたいなお酒って出てきていや違います、違いますよってなりましたなのでもうやめました。なんでだろうね、本当に分かんない、ヒーターとかによく当たってるからかな。赤い気がする。
ター赤外線出してるから近づくと顔が赤くなるの？そんなのあるの？ビルマさん、クマありがとうございます。ありがとう。さっきはね、なんか白い、なんかたまにあるじゃないですか、白いのが飛んでる時、それが気になった。虫じゃないよ。え、たまに歩くないですか、白いのが飛んでるとき。何それ、何、皆さんそのなんかケラケラみたいなケラケラじゃないや、ケサランって何、何それ。みんなにも見えるやつですよ。何それ、ケセランバサラン、何、え、調べよう、ケサランパサラン、すごい、ケサラって入れたら出てきた。え、何これ、え、何これ、すごい綺麗だね。なんか綿毛みたいな、これは何ですか。なんかこれの本当にあの先を、毛の先をちょっと5ミリぐらい切ったみたいな、そういうのが飛んでる時ないですか。え、初めて知った、そういうのがあるんですね。顔が赤い。ライトの問題。ライト焼け、ちょっとライトの色味を白にしました。テロップどうしようかな。ライト、ありがとう。
どうしようかな。そう、ちょっと今日覚えた言葉を今覚えたので使いたくなっちゃった使いたくなっちゃった。そうですね、スラムダンクは早く読みます、見ます。じゃあ今日はそんなこんなわけでそろそろ終わろうかしら、終わろうかしら。今日寒かった、寒かったです。マフラーをしていくの忘れちゃってなお寒かった。ので皆さんもぜひ暖かくお過ごしくださいということで、じゃあ壇上を読ませていただきます。13位、きくちゃんさん、ありがとうございます。12位、ゼロセンシズさん、ありがとうございます。11位、 TM マンさん、ありがとうございます。10位鳥さんさん、ありがとうございます。9位ゆずきちさん、ありがとうございます。8位ちばたさん、ありがとうございます。7位いぎーたさん、ありがとうございます。6位かずささん、ありがとうございます。5位一光さん、ありがとうございます。4位ビルマさん、ありがとうございます。3位翔一さん、ありがとうございます。2位ロールキャベツさん、ありがとうございます。そして1位清野さん、ありがとうございます。ありがとう。はい、そして本日のラッキーフォーティーの方はニャーさんです。ありがとうございます。パチパチパチ本日のラッキーフォーティーの方はっていう言い方なんかなんか面白いねありがとうニャーさん。本日のラッキーフォーティーラッキーフォーティーラッキーフォーティーって何ちょっとなんか面白かった。今宵の今宵のラッキーフォーティーにするラッキーフォーティーってなんだろう。なんか冷静に考えたら面白いことっていっぱいあるよねちょっと次から言い方を変え、どんどん
いろんな言い方を試すかもしれません。はい、じゃあそんなこんなわけで今日もありがとうございました。まったりと話してくださって楽しかったです。じゃあ明日からも一緒に頑張りましょう。おやすみなさい。ありがとう。バイバーイ。おやすみなさい。